今ねちょうどあのみなちゃんとなえさんのねみなのえ公演をちょっと見てまして、途中からだったんですけど見れたの、見てまして、すごいギリギリまでずっと見てたすごいかっこよかった。やっぱねあの二人の感じすごいいいですよね。そう見てた、なんかもう面白かったんだけどめっちゃ面白かったちょいちょいすごい面白かったですはいね、見てた？面白かったあ、755、あ、忘れた、それは普通に忘れました、ごめんなさい、言うの忘れちゃう。そうだよね、そうだよね、9時から、9時じゃなかった8時半からショールームしますって言わなかったわ、そういえば、ごめんなさい。そうだ、それなのにね配信予約確認して見に来てくださってありがとうございます。そうでした、忘れてました、ごめんなさい、見るのに夢中になってましたはい、というわけでですね、昨日の夜はカウントダウン TV サタデーさんの方にあの出演させていただいてとか、まあ、そのシャーベットピンクの収録したものをあの放送していただいたんですけど、通知オンにしてるからありがとうございます。さあどうでしたか見てくれましたか、見たよって、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、私も、リアルタイムで見てましたね、録画したの見ました、ありがとうございます。そう、まあ、前回メロディックスさんの方で初めてシャーベットピンクをあのテレビ初披露させていただいたんですけど、またねその時とは違って今回は野外の方のステージでやらせていただきまして、やらせていただいたし、そのカメラ割りとかもまた違ったりとかして、そうまた前回の披露したシャーベットピンクとはまた違う感じだったんじゃないかなって思います。そう今回はそのま外でのステージだったっていうのもねあって、あのドローンで最初の方ね上からの映像だったりとかして、そう、あでもメロディックスさんもまあまあ上の方のカメラだったけどドローンをね使っていただいたりとかしてて、そうなんかなんだろうな、収録が終わった後っていうかその本番の映像をこうスタッフさんが撮っててくださってこう送ってくださるので、放送される前に、まあ、どんな感じかは見てたんですけど、その時はなんだろう、ドローンの映像なくって、本当にその場のカメラのカットの映像をそのなんて言うんだろうな、テレビ画面をスマホで撮ったみたいな動画だったので、ドローンの映像見てなくって、だから昨日リアルタイムで見た時に一番最初の上からの映像、スカートがフワーってなってるところはすごい感動しました。まあ踊ってるのは自分たちなんですけど、すごいね感動しました、こんな風になってるんだと思って。そうそうなんですよ。でね、なんかまあ MV の時にすごく似てて、まあ、プールでね撮影させていただいたんですけど、MV の時みたいにこう水辺に囲まれてるステージで、そうだからね、なんだろうな、よりシャーベットピンクらしい感じだったんじゃないかなって思うし、その日はすごく天気も良くって、もう
ね大変でした。ものすごくお天気がよくって、朝にね収録したんですけど、もう朝ってなんかまだちょっとね日中に比べて涼しいかなって感じだったけど、もう朝からものすごい暑くって、そう、あの本番前にまあリハだったりとか、そのカメラのチェックだったりとかで何回踊ったかな、本番前ね2、3、4ぐらいまあ踊ったんですよ。3回ぐらいかな、本番前に踊ったんですけど、もう1回踊るだけでっていうか、もう踊る前から汗をかくレベルの暑さで、そう、もうその場で立ってるだけで汗が吹き出るような暑さで、そうで本番前に何回かリハで踊るたびにもう滝のように汗が出るみたいな、本当にねそれぐらいすごく、あの朝だったんですけど暑い日で、そうでね、あのなんだろうな、そのカウントダウン TV さんライブライブの方の、あの次世代選抜の時と同じステージなんですけど、エブリデイカチューシャ踊ってた場所、こう見たら多分わかるんですけど、あてかまあそのライブライブを見たらわかるかな、なんかステージからカメラまでの距離があるんですよ、水があるから、その陸までの距離ステージから陸まで距離があって、その陸のところにカメラがあるから、まあまあステージから距離があって、でさらにそのステージの奥のところがすごい砂浜みたいな感じで白かったんですよ。だからなおさらものすごく光が反射して、もう目がね開かなくって、目が開かなくって、だからもう常にこんなもう眩しい顔してました。そうだから、あのせっかくねこうやってテレビに出させていただいて、そうこうなんか自分の歌割りだったりとか、すごく自分がねカメラで抜かれる回数が多かったのに全部こんな顔眩しくって、そう全部そんな、ちょっと特に落ちサビはなんかね、落ちサビずっと抜かれてたんですけど、ありがたいことにもう全部こうずっと険しい顔してました。あれは眩しくって、眩しい顔です、あれは。もちろんなんだろうな、その歌詞のイメージだったりとかもあって、そのなんだろうな、そういうイメージ、なんだろう、切ない顔っていうか、そういうイメージのつもりでやってるんだけど、やってるけどもう眩しいの顔だった。私はその切ない表情でやってるつもりだったけど、映像を見てみたらもうすんごい眩しい顔してましたね。切なげに見えてよかった、本当に。いや私はそのつもりでやってたけどね。そうでもなんかそのまあ眩しさが余計にあって、余計にそういう表情に見えたみたいなので、そうめちゃめちゃ眩しかった。そうでもなんだろうな、すごいそこのその特に落ちサビのところは、その振り付けの先生にもすごくその表情のなんだろう差みたいなのが、そのサビのすごい笑顔なところと、その落ちサビのそのすごい表情のそのなんだろうな差みたいなのがしっかり見えていいですよって、自信持ってくださいって言っていただいたので、そうリハの時に、そうだからね、ちょっと眩しいの顔入ってたんですけど、そう
すごいそう言ってもらえてすごく嬉しかったし、まあ今こうやってね実際ファンの方に見てくださった皆さんが良かったよって言ってくれたからすごい嬉しい、良かったです。そう、いやでも本当にそれぐらい、まあ私たちもね、踊ってる私たちもそうだけど、こう本当にすごくたくさんのスタッフさん方が、あのなんだろうな、すごくこうやってくださっていて、そう、え、もう実際多分踊ってるよりもじっとしてる方が暑かったりするじゃないですか。でものすごい日陰もないような場所だし、本当にねたくさんの方のおかげでああいう機会をいただけてやらせていただけたんだなっていうのがすごくあったから、もうなんか、まあ、眩しいんだけど、もう眩しいなんて言ってられないなと思って、そう本当にねたくさんの方の力を貸していただいてやらせていただいてるので、そうなの、そうね、でも本当にこう、まあ雨とかね降るよりも絶対すごくシャーベットピンクの曲的にもあれぐらい晴れてる方がいいから、そうメール来てありがとうございます、ぜひ読んでください、さっき送ったばっかり。そうだからねすごく嬉しいですね、うん、でもなんかそれでカメラまでの距離が遠いし眩しかったから、なんかカメラちょっと見つけられなくって、もしかしてなんか私がね自分で見てて自分の映像をなんかあんまカメラ目線じゃなかった気がして、なんかさカメラとちょっとなんかずれたところを見てた気がしたんですよね。なんかでもさすがに別のカメラを見てたことはないと思うんだけど、なんかカメラ目線よりちょいずれみたいな、なんかなんだろう、カメラよりちょっと下横ぐらいの方を見てた気がしてて、気のせいかな、そうなんか、まあでもねそうやってね、なんかそんな気しませんでした、そうなの、なんか基本、まあ、真ん中の立ち位置だから真ん中のカメラから抜かれるので基本は真ん中のカメラをちゃんと見てたはずなんですけど、なんかちょっとなんか違うとこ向いてないみたいな感じがしたの、気のせいかな、そうそう、まあだからね、まあ、そうやっていろいろ自分でも見返してみて、やっぱりもっとこここうしたいなっていうところがたくさんあるので、またねこうやって披露させていただくごとに、そのなんだろうな、表現力だったりとかまたレベルアップできたらいいなってすごく思うんですけど、そうね、でもなんだろうな、すごい前回披露させていただいたよりも自分が抜かれる回数がすごく多かったと思うから、そう結構よりのことが多かったので、そうなの、そうでもだからねしっかり皆さん見てくれてるかなと思って、そう思ってました。最後長かった、そう最後がね大変だったんですよ、最後なんかチャラチャチャチャーンってポーズした後10秒ぐらい止まっててくださいって言われたんですよ。でまあなんかさ、そのなんだろう、自分たちで動画撮るってなった時も、例えばそのテレビブロスさんの48秒動画みたいにその動画撮るってなったりとかの時って前後2秒ぐらい、その自分が喋り終わった後前後2秒ぐらい開けてから止めてくださいとかってよくあるんですよ。だからまあその感じかなと思って、10秒ぐらい止まっててくださいねって言われて、はいわかりましたと思って、まあ多分10秒止まってるけど、その
まあ、実際使われるのはその曲が終わってから 2,3 秒ぐらいだろうなって思ってたんですよ。思ってたんですけど、いざ昨日放送を見てみたら、ずっとその10秒間がずっと放送されてて、みたいな。しかもその10秒がすごい一番大変だったかもしれない。なんかまぶしいし、だんだんなんかものすごい笑顔が引きつってきちゃって、ピクピクピクみたいな。そう、しかもね、最後すごい寄りの状態で終わる中で、すごいだんだん眩しい笑顔が引きつってきた、やばいやばいやばいみたいなやつだったから、そうだからね、昨日の放送を見て、嘘そのままみたいに思っちゃいました。そう、びっくりしちゃった、見て。そう最後だんだん、どうしたらいいのみたいな感じになっちゃったんですけど。そういうのも含めてね、なんか本当にまだまだだなってすごく思ったので、なんだろうな、そのまあ初めてシャベットピンク聞いてくださる方も絶対多かったと思うし、そういう意味ではやっぱり本当に一回一回が大事だし、その一回放送されるだけで何人の方がシャーベットピンクのことをしてくれるかなって考えたら、本当に一回一回って大事だけど、でも私には経験値が少なすぎて、なんだろう、その一回を通してまた学ぶことの方が多いから、そうだからなかなかね、その今の自分の今までの経験値の中ではカバーしきれない部分っていうのがすごくたくさんね、あるなって感じます。自分で見ててやっぱりすごくそう思うから、そうなのよ。そう、まあ、眩しかったけど、でもそうやってそういうステージをさせていただけるだけでも本当にね、ありがたいことなので、そう。また今回を生かして、次披露できる時にはもっといいパフォーマンスができたらなって思います。そうだからね、何が大変だったって、そのまあなんだろうな、暑さとか眩しさとかもそうなんだけど、本当にね、一番最後のねポーズがね一番大変だったかもしれない。一番あっって思った。なんかやっぱり自分のその踊ってるところを見てて、あ、ここもっとこうした方がいい、ここもっとこうした方がいいみたいなのいっぱいあるんですけど、最後が一番の課題でした、私にとって。そう、しかも一番こう長く映されてる時間だったからこそ、なおさらね、すごく、あ、すごいなんか自分でそのなんだろうな、アピールできる時間っていうか、なんか自分で無駄にしちゃったなってすごい思ったから、無駄にはなってないと思うけど、その時にしてくださった方ももちろんいらっしゃると思うし、無駄にはなってないかもしれないけど、そう。だからね、また頑張りたいと思います。そう、でもなんだろうな、やっぱり外だったっていうのもあって、その横からのカメラとかも結構すごく多かったから、前回よりもさらに、まあ、野外っていうのもあって、ライブ感みたいなのとか、なんていうんだろうな、その振り全体みたいなのを見れたんじゃないかなって思います。なんか私個人としては前回よりも私のアップっていうのはすごく多かったんだけど、全体として見た時はそのなんだろう、引きの映像っていうのも結構多かったと思うので、振り付けをね、なんかまたしっかり見てもらえたんじゃないかなって思います。
そう、なんだろう、やっぱりさ、こう歌割りがこう抜かれることが結構多いんですけど、その今回のは野外だったからこそ、その歌割り以外のその周りの振り付けとかもよく見えたと思うから、ここめっちゃ可愛いんですよ。街の景色も花たち、これお花です。私たちお花になってるんです。そうそうなの、私たちがお花になってこうやってやってるんですよ。多分映ってたと思うんですけど横で。で、あ、じゃあこれなんでお花なのかっていうと、その歌割りの人たち、青と春とチカナとレーニアさんがなんか こんな感じのことやってる。これを水まいてるんですって。お水お水ってやってるらしいんですよ。本当になんかそんな感じのね教え方だったと思う。なんかあのすごい振り付けの先生がすごくあの面白い方で、それぞれの振りにすごいあの言葉がついてたりとか面白いんですけど、お水お水ってやってるところ私たちこうやってお花がこうやってやってるんです。そうなの、なんかそういうところもね見れたんじゃないかなって思います。そう、久しぶり、あ、久しぶりはね、なんかカノン、カノンっていうかなんか順番になってるんですよ。ポン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 みたいな。ひさしが真ん中のその歌割りの人たちがやってて、あ、そう、それでサイドがひさしぶってこうやってます。ひさしぶってりーって走って、なんかね再会がテーマの曲だから、リーダンタってこの N のポーズをする直前になんか周りの人とわーって久しぶりっていうのをやるんですよ。すごい一瞬だからそれも見づらいかもしれないけど、でも昨日のだったら見やすいかもしれない。なんかそれで本当はギュッてやったりとかハイタッチとかしてたんですけど、ちょっとまあそこはねこのご時世ソーシャルディスタンスを守ってなんか手振るだけとか。私はつぐみさんとなんですけどハートを作ってます。見えるかな久しぶりで走ってって、つぐみさんとこうやってハートやってからグッてやってます。私はでチャラチャチャチャンってやってるの。そう、そう本当はねギュッとかやりたいんだけどねだから久しぶりっていうのを一瞬でそこで表してたりするんです。あ、そう、ぜひなんかそういうのも見てほしい。しっかりね録画してくださってた方はね、なんかそういうとこ見返してほしいなって思います。多分今回のはそういうとこが見やすい映像だったと思うので。あとなんだろうな、なんだろう、でも私的に前回の反省を生かせたっていうポイントがあって、昨日のやつはそのなんかねサビのあれな、いつかな、落ちサビ終わりの本当にラストサビの時かな、ラストサビの時かな、なんか君らしいの左手を伸ばした時が多分抜かれてたと思うんですけど、あそこの振り付け、サビの振り付け、やっぱりここはすごくあの印象に残る振り付けっていうか、すごくインパクトのある振りだから、なんかどうやったら可愛く見えるかなってずっと思ってて、その前回その披露させていただいた自分の映像とかも含めて見て、なんかどうやったらもっと可愛くなるかなってすごいね研究してた振りだったんですよ、そこ。そうで、それでなんかどうやってったかな、なんかね首をちょっとこうなんか、まあ、体重を前にかけるんだけど、それもそうだけど、なんかちょっと首を傾けたら可愛く見えるってなって、そう、それがねちょうどその部分かな、落ちサビ終わりのほんとこう転調して最後グッとサビが上がるところで、
そう、それがちゃんと前よりも可愛くできるようになってたんですよ。だから、まあ、もちろん今回の放送でもいろんな反省、振りの反省とかもあるんだけど、そこがなんか自分の中で前回よりも、あ、ちょっと振りが、なんだろう、成長したって思った部分で、一番可愛く踊れた部分なので見てほしい。そう、なんだろう、あの、でも私はダンスがすごい得意なわけでも上手なわけでもないので、本当にまだまだなんですけど、今回の中ではそこが一番自分の中でよしってよしって思ったところでした。キュンっていうのが、はい、って思いました。まあ、自分から見てのことね。そう、でもそれがさ、こう行き過ぎちゃうとまた揃わなくなっちゃうから、そう、難しいところだけど、そこは注目してほしいところと、なんだろうな、あと、あとは最後アウトロ、アウトロの時にこっちから、こっちって言ったらあれか、あの、なんだろう、上手か、上手側からカメラがぐーっって行くところがあるんですけど、あそこの立ち位置がちょうどこう綺麗に V になってて、で、この私はここにいるじゃないですか、ここにいて、そのカメラがこっからこうグーってくるから、なんだろう、一番そのカメラから近くなるんですよ、このグーってくるカメラに私が一番近くなるのね。でもあのプールのステージだったから、その幅がそんなに広くないというか、でもこういう V だから私が、まあ、どうしても前の方に来ちゃうんですよ。でもそこでカメラがもう通るから、あの一歩そのカメラマンさんが足を踏み外したらプールに落ちちゃうみたいな、そうところの中で、あの自分がどこまで前に出ていいかすごいあのあって、でもなんかさ、あんまり前に出すぎるとカメラマンさん通れなくなって落ちちゃうし、そうだから本当に距離感がすごい難しくって、でも、まあ、そこが一番アップに映ってるしアップに映ってるし、そのなんだろう、ずっと踊ってる間のカメラっていうのはそのプールの幅、陸までの幅があってのカメラだから、まあ、どんだけこうそのカメラが寄りにしてくれてもなんかやっぱ眩しい顔しちゃうんですけど、そのカメラはもう眩しいとか思う距離でもないの、もうこんなこんぐらいの距離のレベルのカメラだったので、そこに関しては眩しい顔をしてないはずなので、多分全体的な振りを見て、あの多分常に眩しい顔してたかもしれないんですけど、そこは多分眩しい顔じゃないはず、めっちゃ近いんですけど、近いし、まあグーって言ってるところだから一瞬なんだけどそこは眩しい顔してないはずなので見てほしいなって思うところです。そう、でもめっちゃ近かったよねすごい近ーって思いました。で、あそこのね、最後のサラのここめっちゃ可愛いんですよ。毎回サラが最後これをやってくれる。そう、多分そこが一番メンバーの顔を近くで見れるポイントだと思うので、うん、見てほしい。あとはなんだろうな、最後のほんとサラのこれのあと、じゃーんチャララーンのところで、私はあのこの V の
V でこの先頭にいたところから真ん中に行かなくちゃいけなくって、最後なんかこの私をこう囲んでくれるような最後立ち位置で終わるので、私がくるって回って真ん中に行かなくちゃいけなくって、そう。でもその回る時にちょうどカメラがこう来てくれたりすると、なんかちょうど背中みたいな、回った瞬間背中が抜かれるみたいになっちゃったんで、前回そのメロディックスさんの時のリハで。だからそれをすごく、ここってもうちょっと回るの遅くした方がいいですかって自分でそれなんか気になってっていうか気づいて、その振り付けの先生に相談して、じゃあもうちょっとなんかゆっくりというかしましょうみたいになって、そうなったから、そうそうなの。だからじゃんじゃんってサラがやってくれた後、回るところはちょっと気持ちゆっくり、なんか一回パッて自分の顔が映ってから回るみたいな風にそうするようになったので、そこを見てほしいかなって思います。そうかな。まあその後すごい眩しい、足をクロスしてて、右足を前にクロスしてて、スカートをこうやって持って終わるんですけど、今日は1時間やるので9時半までやります。はい、そうで、なんか最後のポーズはなんだろう、こう一番前の人は座って、真ん中らへんはなんか片膝立ちみたいななんか後ろは後ろでこうスカートこう持ってたりとかするんですけど、なんかあそこは結構なんだろうな、最初ポーズってなった時に私は何のポーズをしたの、あ、 MV は結構普通に開いたポーズみたいな感じだったんですけど、そのテレビサイズ用みたいな、テレビ用の振りみたいな時に最初何のポーズしてたんだっけな、それこそ MV と同じポーズしてたのかもしれない。そしたらなんかこう、いや真ん中はこうスッていう、そのスカートをこうやって広げるから真ん中はスッていうポーズがいいってその振り付けの先生の方に言われて、じゃあ足こうクロスしようかってなって、あのポーズになったので、そのなんだろうな、集合写真とかを撮る時もその最後のポーズで集合写真を撮るんですけど、そう、そのポーズはでもすごいお気に入り、なんか最後のポーズなんですけど、その自分が最初 MV の時とかやってたそのポーズよりもすごいなんかお姫様感がすごい強くて、そう、あのポーズがすごく好きなので、だからシャーベットピンクを披露させていただいた時の集合写真とかもすごい好きだし、そう、そこも見てほしいかな、見てほしいかなっていうか、個人的にそのシャーベットピンクの中で好きなポイント、ほんと最後のポーズなんですけど、そう、じゃーん。でも最初ね、その最初すごい難しくって、それがなんかジャラチャチャチャーンってすごい、足を開いた方が正直やりやすいんですだから足をクロスすることになった時はバランスが取れなくって、最後の決めでバシッて決めたいのにフラッてなっちゃ う。なんかであったんだよね、一回それリハの映像かな、なんかわかんないけどフラッてなっちゃうんですよそう、でもなんかあのポーズすごく気に入ってるので、そう、最後だからピシッて決まっ、もうだから要は片足で立ってるようなもんなんですね、クロスしてるから右足つま先にチョンみたいな感じだから、そうなの、だから最後のポーズ結構、まあ、バランス感覚大事みたいなポーズなんですけど、すごく気に入ってる部分なので、V
ビシッて決まるように頑張ってます。そう、そんな感じかな。なんだろう、あと、あ、でもまあ戻っちゃうと最初のチャラチャチャチャンのジャンプはなんかやっぱりこの曲ってすごいこうなんか弾けるみたいな、すごく爽やかさ疾走感みたいなのがある曲だから、その疾走感がなんか最初のピアノのメロディーからその疾走感がわってなる瞬間がそのジャンプの振り付けだから、なんかそこをめちゃ元気みたいな元気みたいなジャンプをねできるようにしたいなって思ってます。そのジャンプした瞬間にすぐ振りに入っちゃうから結構難しいんですけど、なんかね劇場公演とかで例えばセカヒトとかやるときになんか誰よりもジャンプ高くしようとか思ってるんですよ結構思ってるんだけど、そうだから今回のシャーベットピンクもそのジャンプね誰よりも高くジャンプしようって思うんだけど、その後すぐ振りに入るってなるとなかなか難しいところではある。うん、じゃーんってやりたい。あとは私がもうずっと振り入れ当初から苦戦してる振りがあって、そのイントロなんですけど、なんかね、チャン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 、タン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 、このタン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 ができないんですよずっと。じゃーん、もうね泣きながらやってたかもしれない振り入れの時できない。しかもそこの振りはなんかメロディックスさんの収録の当日のリハまでできなくって、なんかその振り入れがあってから収録までの期間がちょこっとあって、そのお家で練習したりとかもしてたんですけど、なんか周りと合わせるとできなくなっちゃって、そのもうメロディックスさんのリハの段階で踊れなくって、一人だけずれてて、どうしようこの後もうすぐ本番なのに踊れないって思ってたら、なんか急にできてそっから。だけどこの前のその昨日放送されたカウントダウン TV さんのリハの時も同じところで引っかかるっていう、なんかメロニックスさんの本番でできるようになったはずなのに、またそのカウントダウン TV さんの収録の時に同じ部分に苦戦し何回やっても克服できない振り付けで、そのでもイントロにもアウトロにもあるんですよ。しかもそのさっき言ったそのアウトロに関しては自分が一番アップになる部分がその一番苦手なところに近くって、まあそれはなんだろう、カメラマンさんのこのスピードにもよるんだけど、一番苦手な部分で一番自分の顔がこう一番カメラマンさんに近くなっちゃうから未だに苦戦するし、なんか MV では私 MV 踊ってるところ全然なくって、そうだから MV でも何回も何回もやったんですけど、踊れてたのか未だにちょっと分かんないでもそれぐらいそこの振り付けがずっと苦手なので、まあそんなところ、そこはでも注目してほしいところではないけど私が気をつけなきゃいけないところ、イントロアウトロの苦手な振りです。じゃーん、タン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 っていうやつでもね、あとなんだろうな、次にまあ今回はそのシャーベットピンクのサビの振り付けを、まあ、前に比べて可愛く踊る方法を、まあ、見つけたんですけど、次に可愛く
やりたいポイントは、一番最初の歌割りのなんかこういうポーズがあるんですよ。なぜ気づかないうちに変わってるのかなって、なんかもじもじみたいな、なんかこの親指をくる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 する振り付けがあって、そうで、じゃん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 、ここが可愛くできるようになりたいなっていうポイントです。なんか肩を入れるらしいんだけど結構難しいですマキマキするんです、ここそこかな、まあ、もちろん全体的にパフォーマンスのレベルをアップさせたいんですけど、なんか可愛さみたいなので言ったら、そうかな。でもまだ16人でしか披露したことないから、30人でもしねこうシャーベットピンクを披露するってなった時に、なんかまたどんな風になるのかなって思います。まだ30人でやったことないので、そう やりたいんだけど、なんかどんな風になるんだろうって思う。うん、そう振り付けまたなんか変わったりするのかな。そう立ち位置とかが変わってくると思うから、30人になると。 MV はねもう丸だったからさ、丸で踊ってたりとか、そう、まあ、最後はすごい大きい三角だったけど、すごく変わってくると思うので、そうそういう意味ではね、なんかどうなるのかなってすごい楽しみです。うん、ね、どうなるかな。結構そのなんだろう、今やってるのはそのなんだテレビサイズっていうか、ワンハーフ、一番と落ちサビとみたいな感じだから、全員でやるってなるとそれぞれの歌割りのことを考えるとね、あのフルサイズだったりとかすると思うので、そうなるとなんか2番の振り付けとかもどんな風になるのかなって感じだし、そう、2番振り付けどんな感じだろうね。だからすごく、まあ、30人で披露できる機会があったらすごく楽しみだなって思います。うん、本当に何だろうな、その、まあ、人数的な問題もそうだけど、そのカメラの撮り方とかその映る部分によってすごくまた表情が変わるというか、また見方が変わっていく 曲、まあ、曲っていうか、まあ、大体の曲がそうだと思うけどと思うので、そうだからいろんなバージョンをまた楽しんでもらいたいなって思います。うん、ね、そう来週アットジャムの方には全員で出演させていただくので、ね、楽しみできるかな。そうフルサイズでね披露させていただけることもなかなかないから、またね公演とかがあったらまたできたりするんだろうけど、そうなかなか難しいからね。楽しみ。ねえ、だからいつか30人全員でシャベットピンクをフルで踊りたい踊りたい、うん、
ってさ、まあなんだろう、そのシャーベットピンク昨日の映像とかだと上から見たやつとかめちゃめちゃ綺麗だったじゃないですか。まあ MV の時もそうなんだけど、あの衣装で回った時の上からの映像ってすっごい綺麗なの。だから、まあ、MV は30人だったけど、その30人でのそういう映像だったりとか、やっぱり人数が多い分そのまた迫力も出るだろうし、全員でやったら、そう、あ、そう、実はね、そのシャーベットピンク、そのサビの振り付けの時にちょっと前に出てるの、ちょっと前に出てる、走り、小走りみたいな、そのサビのこの振り付けをしながら、うん、ちょびっとだけ前に出てるんです。そう、なんだろう、あ、 MV で私が横断歩道を駆け寄るみたいなイメージ、なんかそういうイメージでちょっとなんか駆け寄る感じなんですよ。全体がこう前にその振り付けで出るので、そう、なんかちょっと小走りみたいな感じなの。そう、だからもしさ、それをさ、30人が全員そこの振りでちょっと前に出たら、すごい、30人が押し寄せてくる感じになるのかな。まあそれぐらい、その全員が一歩下がってそこの振りで一歩前に出れるぐらいのステージの幅の広さがないと難しいのかもしれないけど、なんかそれさ、全員でやったらすごい迫力ありそうじゃないですか。だからね、どんな感じになるのかなって思う。そう、怖いってそう、なんかそういうところとか、楽しみだなって思います。そう、あそこね、ちょびっとだけ前に出るの、うん、多分あんまり気づきにくいかもしれないけど、あのでも地面に マーク多分カウントダウン TV みたいなのがついてたと思うから、それでね見たら、もしかしたらちょっと、あ、ちょっと前出てるんだってわかるかもしれないけど、そう、そこの振り付けね、ちょっと前に出てるんです。でも MV はそこが前出てなかったから、そう、また結構 MV とその披露するようで振り付けが変わってるところとかもあるので、なんだろうな、あ、そう、 MV と披露するので違うとこ、一番わかりやすいのはアウトロ、待ち合わせたサマーデーピャンみたいなのがあるじゃないですかその最後アウトロに入るとき、そのピャンみたいなところは MV はジャンプするんですけど、あの披露する方はスカートバッサ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 するんですよそこから、そういう、まあ、ちょっと違いがあったりとかもするから、なんかそういう、まあ、MV と見比べても面白いと思うし、そう、ちょっと振り付けが違ったりするの。アウトロ入る瞬間、え、でもね、でも MV のそのアウトロ入る瞬間のそのジャンプは私結構頑張ってると思ってて、結構飛んでるのね MV は結構ジャンプしてたからなんか気に入ってたんだけど実際披露するやつはジャンプじゃなくてバッサ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 だったからジャンプはジャンプで、まあ MV の方を見ていただいてそう、披露する方の時はそのスカートの方を注目していただいたりとか、そうなの。だから結構ね、また本当に同じ曲だけど、まあ MV と
披露するもの、披露するものでもカメラ割りが違ったりとか、披露する人数だったりとかによって本当に変わってくると思う、うん、ぜひそんなところを見てみてください、もう一回。いっぱいリピートしてみてください。あと10分ぐらいかな。そう、でも私はそれ結構リアルタイムで見てて、昨日で、今日の朝もなんか昨日ママとねリアルタイムで見てて、朝起きてパパが見て、朝も見てたんですけど、で今日ねお友達に会ってきて、そうなんかそのねお友達も朝見てきてくれたらしくって、そうだからなんかテレビの人がいるみたいって笑いした。そう面白かった、本当にガタフレの子じゃない、ガタフレの子はもうずっと会ってない、そう中学の同級生だから、中学卒業してガタフレで会ってから会ってない。メール見ました、ありがとうございます。そうなのって言われちゃった。そうでもその今日会ったその友達の子は、私がもともと NGT 加入する前に一緒にイベントとか行ってた子だから、普通になんか今日もあのラブラの大きい看板一緒に見に行ったし、劇場の前も行ったし、変だよね。面白かったです、すごい。そう。そう。オタ活してた。してた。そうなんですよ。でも嬉しいよね、そうやってなんか、そうなんだろう、こうなあ、オタ友達だけどなんか分かんない、不思議、本当にそうなの。だから結構なんだろうな、それこそ中学の時の友達とかは中学卒業してから会ってなかったりするから、その中学の時の友達っていうのは、私その当時アイドルになってないから、なんかアイドルになる前の私に なる場所っていうか、なんかアイドルの私じゃないのよ、中学の時の友達って。でなんか高校に入って、高校の友達はなんだろう、でもそういう私がアイドルになりたいっていう風に思ってるのを割と理解してくれる友達が多かったりとか、あとは普通に NGT が好きな子みたいな印象だったから、なんかそういうなんていうの、なんかもうね、多分それぞれの学校の時の友達によって人格が変わるわけじゃないんだけど、なんか多分印象が違うと思ってて、そうで、その、まあ、自分がアイドルになってからの高校転校したんですけど、その高校はもうなんかアイドルになってる私なわけだから、なんかまたさ違うんですよね。だけど、そなんだろうな、その今日会った子はそのもともと自分が同じファンとして一緒になんかいろんなイベント行ってた子だけど、今は自分がアイドルになった側で、私のなんかそのこの前の生写真のサイン会とかも普通になんか申し込んでくれたりとかする子だから、なんか私のそのオタクな部分もなんかアイドルな部分もなんかこうある
なんですよ。だからなんかすごく不思議な感じだから、その中学の時の友達と会おうみたいになると、意外となんだろう、その時アイドルが好きみたいなのをあんまり表に出してなかったから、なんかそのなんだろう、アイドルの話があまり通じないわけじゃないんだけど、通じないわけじゃないし、その今になってすごい久しぶりにその頑張ってるねって連絡くれたりとかするんですけど、なんかやっぱり多分中学の時はあんまりアイドルのイメージはないかもしれない、私の周りの友達の中では、うん、で高校になってその今日会ったこと出会って、なんかこう NGT っていうかアイドル好きみたいなのをすごく表に出せるようになったんです、高校生になって。だから高校ではすごく、あ、この子はアイドルが好きな子みたいな、なんならアイドルになりたいと思ってる子みたいな印象って感じだから、だからすごくね、なん違和感を感じるわけじゃないんだけど、だからあのなんか前あれ何だったかな、出張会議の時かな、出張会議の時とかになんかむしろ今アイドルやってる自分が本当の自分みたいなのを言った気がするんですけど、だからね、そう不思議な感覚になる、すごく言ってる意味が分かんなくなっちゃったそう自分で言っててだんだん分かんなくなってきちゃった、うん、でもそんな感じ本当に。そうだからこそ今逆にその高校の時の友達とかはなんかもうアイドルオタクとして扱ってくれてたから私のことだからなんかあアイドルになったんだねっていうか感じだったけど、多分中学の人たちからしたら、まあ、アイドルのイメージがなかったわけじゃないと思うけど、なんかアイドルアイドルやってるんだみたいな、なんかすごく、でも応援してくれてて連絡くれたりするんですけど、なんか高校の友達よりもまたさらにちょっとなんだろう、距離感があっての応援してくれてるみたいな感じがする、うん、ねえ面白いよね。だからなんだろう、自分がアイドルしてることをどういう風に思ってんのかなっていうのは結構あるかもしれない、中学の友達とかは、うん、不思議です。でもすごい面白かったのでそうなの。そろそろ時間だね。ね、なんか最後わけわかんない話しちゃった。ということでそろそろ終わりにしたいと思います。はい、何を言おうとしたんだっけ、あ、そう、さっきねシャベットピンクの、ま、フリーのことだったりとかいろいろ言ってたので、ぜひあのさっき話したところをね注目していただきながら、もう一回昨日のねカウントダウン TV 見て欲しいなって思います。はい、というわけで今日はそろそろ終わりにしたいと思います。明日はまた朝からやるかな。はい、というわけでありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。